皆さんこんにちは。今回は類乗の微分を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。まず、べき乗について確認しましょう。べき乗とは、同じ数を複数回にわたって掛け合わせることです。例えば、3を5回掛け合わせると、3の5乗となり、次のように指数で表すことができます。より一般的な形としては、x を n 回掛け合わせて、x の n 乗とし、次のように表すことができます。なお、ここでの n は、分数や負の数などを含む実数です。次に、類乗について述べます。類乗はべき乗の特殊例となります。つまり、先ほどの式の n が1、2、3、4といった自然数に限定されます。次に、類乗の導関数の公式を確認しましょう。まず、先ほど述べた類乗の式は次の通りです。この式の導関数は次のようになります。 n 乗の n を前に持ってきて、それに x の n-1 乗をかけます。よく使う公式なので、しっかりと覚えましょう。次に、先ほど示した公式を数学的機能法を用いて証明していきます。まず、 n イコール1の時について考えます。この時、y イコール x となるので、導関数は次のようになります。分子の x が消去されるので、h 分の h となり、最終的に1となります。公式に n イコール1を代入してみましょう。まず、公式は次のようになります。ここに1を代入します。x の0乗は1になるので、最終的に1が得られました。以上から、n イコール1の時に公式が成り立つことが分かりました。次に、n イコール k の時に公式が成り立つと仮定しましょう。すると、次の式が得られます。真ん中のリミットの式は導関数の定義式ですが、それが公式に等しいということを意味しています。次に、 n イコール k プラス1について考えます。この時の導関数の定義式は次のようになります。次に、分子の x プラス h の項はこのように変形することができます。次に、先ほどの式の分子に赤色の新しい項を付け加えます。なお、赤色の項は同じものがプラスとマイナスの2つあるので0となります。この式を変形すると次式が得られます。次に、分子の後ろの項を計算すると次式が得られます。次に、先ほどの式を変形すると次のような式が得られます。ここで h を限りなく0に近づけていきます。赤色の部分に n イコール k の時の公式を使うことができるので、次の式が得られます。この式を変形していくと、最終的に k プラス 1×x の k 乗という式が得られます。つまり、 n イコール k プラス1の時に公式が成り立つことが分かりました。以上の結果をまとめると、次のようになります。 n イコール k の時に公式が成り立つと仮定すると、n イコール k プラス1の時にも公式が成り立つことを示すことができました。
以上の結果から公式を証明することができたことを確認してみましょう。まず、カッコ1より N が1の時に公式が成り立つことが分かりました。すると、カッコ2の結果より1の次の自然数である2の時に公式が成り立ちます。すると、同様に2の次の自然数である3の時に公式が成り立ちます。このように考えていくと、以降の自然数においても公式が成り立つことが分かります。これで任意の自然数 n について公式が成り立つことを示すことができました。このような証明方法を数学的機能法と言います。最後に学んだことをチェックしてみましょう。類乗は次の通りである。類乗の同関数の公式は次の通りである。もしどこかにチェックが入らなければ、もう一度動画を見直して学習しておいてください。